ピースください。ピピアノ、せーの、せーの、コンビキさせてください。はい、チーズ、はい、チーズ、素晴らしい。生まれてすぐ救急車に運ばれて、心配は心配でしたけど、顔を見てからはやっぱりね、可愛いなと思って、すぐ入院しちゃったもんですから、ミルクを運んだんですよ、母乳を持ってね、病院で。大きな声で生まれてきてくれて、とてもありがたかったです。小さい頃はなかなか活発で、人見知りもせずになかなかその辺走り回ってました。お父さん、お母さんへ、27年間大切に育ててくれてありがとうございます。何気ない時間を一緒に過ごしたことが、今となると愛おしい時間だったんだなと思います。私にとってはほんま100点満点の娘でした。ゆうやさんと結婚させていただいて、これからどうなっていくんかなと思うのがすごいちょっと楽しみなんですけど。幸せになってほしいと思いますね。